はい、どうも一般人でーす。いやね、いやー、ついにやっちまいましたよね。また腰がね、来ましたね。これぎっくり腰っていうかね、滑り症っていうかヘルニアだね、俗に。それでね、今回はちょっとね、結構きついんで、今日はなんとかね、ベルトやったんですが、これはね、買ってきました。ザザン、腰をがっしり支えるボディフレームね。なんとね、もうコルセットというかボディフレームがね、もうがっちり支えてくんないとね、このね、ここがやばいんだよね俺の場合。じゃあ早速ね、ちょっとね、つけてみたいと思います。これどんな感じなのか。しかもね、腰回り90から110だから大丈夫、男女兼用で。今日ね、上げてみました。なんかこんな感じなんでしょうか。こんな感じですね。前使ってたやつがね、ちょっとどっか行っちゃったんで、多分どっかにあるんだけど、あれももうベルトがね、ダメになってたんで、しょうがない。新しいの買ってもらいました。母ちゃんに買ってもらいました。こんな感じだね。あ、すげえ、なんかがっちり感がね、半端ない。がっちり感が、あ、すげえ、前のと違う。ここがなんかメッシュになってて、がっちりしてる。これ曲がんない。ここはまず、あ、これいいね。しかもこれ分かります？メッシュ、メッシュでこう向こうが見えるっていうか、これメッシュだとね、通気性がいいから、あれだね、通気性がいいから蒸れないっていうね、あれがメッシュになってます。さらにね、ここにありますよ、これベルト。この全然伸びないベルト。あ、こっちは強力なゴムになってますね。ここは強力なゴムだね。こっちはベルト。しかもこれ調整ね、マジックテープでできます。ちょっとね、つけてみましょう、早速。どんぐらいガッチリ感なんでしょうか。もう俺、これがないと生きていけない。あー、ガッチリ感。ガッチリしてる。これでまずね、この第一段階、これでできるだけ締めるでしょ。これで、ちょっと持ち下を移すか。こういう、やっております。これ、まず、このベルトをね、こう締めて、ガッチリか。そして、さらにね、このベルトをね、両脇から伸ばして、あっ、つけるか。あ、すげえ。あ、結構ガッチリ感です、ガッチリ感。これすげえね。あ、安定感がバッチリします、バッチリ。あ、これだとね、あ、なんかいい感じ。普通だったらこの体勢やったらもうやばいけどね。今ね、あ、なんか、あ、これならいける、これならいける気がする、これならいける。これでね、なんとかこれがあればいける気がするね。ちょっとこれで、ああ、リセットしてからね、まあ、骨盤の位置がだいたい元に戻ってるんで、もうこれでね、なんとかね、タイヤをね、交換をやりたいと思います。これがないと多分ね、タイヤ交換すらできない。持ち上げただけでもやばいもん。最近ね、タイヤ交換でスタッドレスね、交換してて、結構何台もやるとね、やっぱ腰にくるんですよね、腰に。そうするとね、もうダメなんだよ。腰がダメだともう全部ダメだから。それで皆さんもね、ぎっくり腰には要注意というかね、早めにね、こういうコルセットとかしてね、予防のためにもいいかもしれない。それではまた来週会いましょう。来週かどうかわかんないけど、バイバイ。あ、これで明日仕事できる。明日俺寝てようかと思ったの、腰痛くて。それでは。